ホルカンカとは、マヤ、アステカなどの古代中央アメリカの諸文明で、使用されていた石あり、同様の武器に、テポストピリーというものもある。長い木製の柄の先に松ヤニなどの樹脂を用いて、黒曜石の鋭い破片をはめ込んで穂先とし、通常長さは1.8から2.4メートルだが、長いものは6.4メートルに及び、穂先は1.5メートルを超えた。 ユーラシア大陸の文明であれば通常、長い槍を持った部隊は隊列を組んで槍ぶすまを張り、それを突き出すようにして、戦闘を行うが、馬が存在せずなおかつ都市国家が乱立し、ある特定の勢力が文化圏全体を征服できるだけの配給力を持たず、敵を完全に殲滅することが目的でなかった。マヤ地域ではもっぱら個人戦が主流であり、長い槍はそれほど使用されなかった。 テポストピリー・ホルカンカと同様にして作った武器に、マカナがあるが、マカナの柄を長くし、あるいはホルカンカの葉の部分を増やすことによって、両方を合わせた薙刀や両手剣のような武器である、テポストピリーを作り出し、使用することもあった。ただし、黒曜石の葉と木製の柄の強度では敵を叩き切るというのは難しく、もっぱら、テポストピリーを突き出して、 相手をかすめ切るようにして使用したという、ありがとうございます。